ゆいでーす。なみでーす。せーの。ゆいまで。一緒にやってますけども。かわいい。今日は夏休みでですね、大変な感じですけども、家の中が。もうここに手があることによって豆真っ白だけどね。広くしてくれてるんですよ。バイバイ。てんやわんやですよ。はい。てんやわんやですよ。ってことで今日はですね、結構多分皆さんやってると思いますけれども、やったことありません。あ、そうですかね。まあ普段の遊びとしてはやらないけど、他の人がやってるのを見たりとかしてるかな。うんうん、歌詞を朗読して歌当てゲーム、うんうん、歌当てゲーム。ということで歌詞を朗読します。何の歌か当ててくださいという単純ルールでございます。楽勝よ、もう楽勝。あの、私が用意した曲は結構私たち世代の曲と、うんうん、まあ若干最近の曲です。絶対わかんないや。いや聞いたことあると思う。そう。じゃあ結構な。うん。いいよ。私がやる？私がやる？いいよ。うん。この曲はね、多分ね一瞬でわかると思います。いいよ。わかった時点で、はいって言っていいからね。うん、あ、これ、あの、歌い出しから言っていいかしら。いいわよ。じゃあ、行きます。はーい。桃色の片思い。恋してる。もう、題名っていうね。わかった。松浦彩さんの、はい、桃色の片思い。恋してるだけ。そう。もうレベル1です、これ。レベル1やな。はい。0.1 ぐらいやな。0.1 じゃないよ。じゃあいきますよ。はい。え、マジ歌っちゃいそう、これ本当に。頑張って。もうね、この歌詞を選んだ時点で、ね、ちょっとずっと歌ったからね。離れない。いきまーす。はい。太陽が。うん。咲いた。うざったいくらい部屋の中。うん、照らしてくれるじゃんか、夏。歌いそう。夏の音だな。女の差が暑さに反応、ハートビート。絶対聞いたことある。グループラインに送信からの一瞬で返信。あ、待って待って。はい、分かってきたぞ。目覚めのミルクティー、いつもよりはるか美味、ボキニのエアフォース鏡でチェックして、あいつの車置き場にダッシュして、お待たせ、いやお待たせしすぎたね。今日おもろをみんなで最高にするこのポテンシャル。はい、題名出てこない。サビ？まあ、サビいっちゃうよこれ。はい。四人乗りの。五人で。はい。はい。湾岸線でこの歌を流して、ホワイトムスクと潮風が今日の思い出にスパイスを。わかった。あれだよね。鈴木鈴木。そうそう。あの、そうそう。四人乗りの車で走る鈴木。ヘルヘル。これ。ちゃんと全然この歌流して。これ題名なんだっけ？この曲好きなの。ね、なんか去年ずっと聴いてたよね。コーラ、ファミチキ食べた気分交換でした。
唐揚げサビ言ったらね、すぐ分からないこれ。難しいよね。歌っちゃうよ、太陽が咲いた。歌っちゃうリズムに乗っちまう。乗っちまうぜ。私はね、ずっとね、息子ちゃんのね、うん、お花の穴の中が見えるはい、じゃあ行きますね。はい。眠りにつくかつかないか、シーツの中の瞬間はいつもあなたのことを考えてて、夢は夢で目が覚めればひどく悲しいものです。花火は今日も上がらない。胸の中で何度も誓ってきた言葉がうわっと飛んでく。よかった。はい。行きたいよ君のところへ。違う、大塚愛。大塚愛のプラネタリウム。違うんですね。いや、惜しい、惜しいだ。じゃあ続き。はい。1ミリだって忘れないと、うん、もやがかかった影のある形ないものにすべて預けることはできない。三角の目をした羽ある天使が恋の知らせを聞いて右腕に止まって、はい、愛子だ。あ、ビボビボビボ。三角の目をした羽ある天使がでしょ。さあ、夏の星座にぶら下がって上から花火を見下ろして。ああ、はい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 。でした。そうね、確かに似てるか。似てない。似てるな。似てるか。似てないな。似てないか。似てないか。似てないか。うん。ゆうちゃん、まあ、優しめだな。でしょ。じゃあ私、次行きますよ。はい。まあ、絶対わかる。行きまーす。Nothing。うん。秘密なら、サムシング、うん、特別なものをあげるのに、うん、どんなのがいい？笑顔にしたいのに、ザットシング、探し出す君のために。もうねえねえ、何見て何聞いて幸せ、話してみて全てね、うん、うー、I just wanna make you happy. あ、もう笑ってほしい。忘れちゃった笑顔も大丈夫、ちゃんと取り戻して。はい。はい。わかりました。20ですね。ピンポーン。これ言ってやん。これ。言ってんね。途中言ったな。でも意外にそこまでいかないと分かんないね。分かるんだ。もう最初のナッティングで分かるかなと思った。あ、そうだね。確かに。確かに。いや、案外分かんないんだよな、これ。棒読みされると分かんないよね。あ、確かに。うん、逆にさ、めっちゃ心込められても分かんなくない？分かんない。なんか、あ、ポエムね。猫も子供もみんなうるさいわ。猫も猫も走り回ってる、一人。あらら、珍しい。ああ、そっかそっか、はい、割と最近の曲です。はい。あー、怪しいな。いや、でも多分わかると思う。わかるかな。はい、いきます。はい。できるだけ嘘はないように、うん、どんな時も優しく荒れるように、人が痛みを感じた時には自分のことのように思えるように。いい歌詞だ。正しさを別の正しさでなくす悲しみにも出会うけれど、水平線が光る朝にあなたの希望が崩れ落ちて風に飛ばされるけらに誰かが綺麗と悲しい声で歌いながら、いつしか海に流れ着いて光って、あなたはそれを見るでしょう。わかるでしょ、わかるでしょ。でも、分かってんね。出てこない。ねね水平線、とりあえず。そう、ビボビボ。水平線だけど歌ってんの誰だっけ、それ。
バックナンバーですね。あ、バックナンバーか。そうです。サビが出てこなかった。全然水平線が光る朝にあなたの希望が崩れます。子供が歌ってるの、ここで。あ、ほんと。そうだ、そんないい歌詞だったんだ、うん、ね。朗読すると、あ、いい歌詞ってなるね。なる。さらにいい歌詞だったし、うん、ね、さすがバックナンバーですけど。じゃ次いきますよ。はい。ずっと一緒にいた二人で歩いた一本道、二つに分かれて別々の方を歩いていく。ね、分かった。分かったぞ、なんとなく。あー、出てこない。メロディ、溢れたこの胸抱えて前にも泣き出しそうな空を見上げて、うん、あなたを思った、うん、君がいない夜だって。そう、No more cry。 あやかだ。あやかのあれでしょ、三日月みたいな。ガミーボーン。 So no more cry っていうのね。もうなんか歌い出しやっぱ特徴あんな。最初の方で分かってたね。もうなんかその歌い出しで、あっってなった。ずっと一緒にいたで。そう、なるほどね。ああ、おもろ。もっと独特な歌詞だったらすぐ分かるのかな。独特な歌詞を見つけるのが難しそうだな。独特っていうか、もう分かりやすい歌詞。うん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 。いいね、快晴じゃん、雲一つないよ。真っ赤。いいね、快晴じゃん。いいね。ちょっとちょっと乗ったよね。ちょっと今メロディー乗ったよね。ちょっと乗った。斬新。乗ってた今。私もオレンジレンジ、検索してたし、もうラップ系が分かんないかなと思って、分かりやすいかな。あー、ラップね。うん。これ分かる絶対。いくよ。うん。ええ加減。いい加減そうな俺でもしょうもない裏切りとかは嫌いねん。あー、はいはいはい。尊敬し合えるわね。ラップわかりやすい。特徴があるな。いい加減そうな俺でもしょうもない裏切りとかは嫌いねん。もう一生一緒にいてくれやの時点でおかしいね。確かに。もうこれとかやばいよ、一瞬だよ。何？ Hey DJかばせ、イエイイエイイエイ。一瞬でしょ。もう一回、もう一回見て。Hey DJ かばせ、イエイイエイイエイ。テンション。テンションの問題だよそれも。キム、ジャージャンのエイトセ、大人のセ、パーリダイ。ノモーライライライ。子供が反応してる。ノモーライ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 。最近のならわかんないじゃない。最近のわかんない絶対。あ、でも歌い出しがもうそうや。これ私が調べたやつは。何？サボり方とか甘え方とか逃げ方とか言い訳の仕方とか、やっと覚えてきた、身につけてきた柔らかい頭。読み方が面白くて全然入ってこないんだけど。格好のつけ方、調子のこき方、腹の感じ、抱え方、いいですのこき方、油のりに乗った濁った飯だ、だらしない体。伸びしろしかないわ、伸びしろしかないわ、伸びしろしかないわ。もう読み方、読み方。読
読み方の問題。掃除機かけ出したんだけど、どういうこと？え？偉い。偉い。確かに偉いが、今じゃない。絶対に今ではない。わ、これ流行ったけど、わかるかな、これ。鮮やかな色。四季、折々の景色求め。二人で、It's going, going on! ねえ。ねえ。鮮やかな色、四季折々の景色求め、二人で It's going going on! なんかさ、もうなんだろう、ハリーポッターのこう日本語バージョンで魔法を聞いてるようなわかる、この違和感わかる。日本語英語って面白い。確かに going going on! going going on! ちょっと歌い出しはむずい。サビ行くわ。今年の春はどこに行こうか。今年の夏はどこに行こうか。春の桜も夏の海もあなたと見たい。あなたといたい。今年の秋はどこに行こうか。今年の冬はどこに行こうか。秋のもみじも冬の雪もあなたと見たい。あなたといたい。わかるでしょ。あれだよ。今年の春はどこ行こうか、今年の夏はどこに行こうか。あ、知ってる？ヒルクライムです。え、最近の歌？え、全然。ええ2010年の歌ですね。最近だ。最近？それは最近だ。12年前ですけどね。最近だ。私が出してあげよう。はい。強くなれる理由を知った僕を連れて進め。泥だらけの走馬灯に酔うこわばる心、震える手は掴みたいものがある、うん、それだけさ、うんうん、それだけさ。夜の匂いに空睨んでも変わっていけるのは自分自身だけ、それだけさ。それだけさ。強くなれる理由を知った。いや、もう分かるんだよな。忘れて進めー。進めー。どうしたって消せない夢も止まれない、うん、今も誰かのために強くなれるならありがとう。悲しみを世界に打ちのめされて負ける意味を知った。いや、わかる。無限の花よ、咲き誇れ、運命を減らして。いや、わかるんだよな。もうちょっと歌い出しでおってなったんだけど、メロディー出てこない。おいらせ。いや、もうわかるんだよ。待ってる。なんだ、もうなんか強さ知ったとかもう独特なんだよな。絶対わかるの。強くなれる理由を知った。そうそう、それ。鬼滅か。そう。いやー、独特だったわ、その歌詞。そう。そうじゃん。世界は鬼滅のグレンゲでした。そうだよ。そう。それだけさ。それだけさ。それだけさ。改めて見たわ、こんな歌詞だったんだねって本当に思うわ。うん、もう歌がある限りいくらでもできそうです、これは。うん、うん、これは結構古い曲だな。2013年。うん、でも世代だよね。世代か。T シャツ入ってるよ。からもなんかトイレ行ったらさ、必ず T シャツインして帰ってくるんだよね。お腹冷えちゃうからね。ちょっとダサいんだよ、ダサいからね。2013年は結婚した年だ。行きます。はい。もっと遊んで指を鳴らして呼んでいる声がするわ。
本当も嘘も興味がないのよ。指先から振り抜けていく、うん、ワスバリの笑い声も、うん、お茶混ぜにしたスープに溶かしたら正解はオーバーギャルに泣いてるよ。足元にご注意ください。足元にご注意ください。これも出そうと思ったな。さよなら、ありがとう。声の鍵。あれ独特やな。電車が好きすぎるね。これ電車。もうすごいよ電車さ、名前覚えてる。電車っ子になったのね。うん。うちは電車っ子か戦隊系か、うんうん、車っ子か。うち戦隊見ないからさ、あんまり分かってないけど、でも多分見たら好きなんだよね。一番知恵になりそうな。これがさ、そうでもない。あ、そう。男の子大変。大変、うん。まあ女の子も大変だろうけど。大変。女の子はうるさい声が。ああ。超音波超音波。なるほどね。混ぜてそう女の子は。あ、そうね。なんか洋服とか結構自分で選んでたね。今日はこれがいい。3歳ですよ。すごいわ。うちは全然だもん。持ってきた服をそのまま着る。何も生まれ。面白かった。来月また撮れる機会があれば2人で撮りたいですね。ではでは、チャンネル登録、高評価。いいね。ん？違うわ、高評価と意味一緒や。高評価、コメント、よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。